長11レースになりますけど、とてもこうチャンスのある構成かなと。鈴木健太君強いんで、ね、はい、しっかりついてくれてますね、うん。まあ、復活して特に今節のもう2走なんか見ただけでももう本当に頼もしいんで、ね、うん、とにかく離れないよ、うん、しっかりと頑張ります。川村さんとしてもこの二次予選難しい構成だとしのいで、まあそうですね、なんとかね、うん、バラク言ってくれたんですけどね、はい、でもバンバクされちゃって、うん、きつい展開だったんですけど、まあうち戻って、うん、あと自分の行ける、ね、コース探しながら行けて、まあなんとか4着入ったんで、ね、よかったです。とにかくそのこの A の中で準決の権利どうして、そうですね、地元なんでどうしても欲しかったのね、うん、まあ、ここは固くね、うん、してみました。なんとか地元で山崎ミシェルさんと2人準決勝なので、そうですね、まあどっちも決勝乗れるように、ね、うん、頑張りたいです。本当関東勢の、まあ、本当にチャンスのあるメンバーで戦えると思うんで、そして番組もね、いいメンバー組んでくれたんで、まああとはもう自分のね、力出し切れるように頑張りたいですね。なんとか言ったら久しぶりの立川記念決勝へ、そうですね、決勝乗れるように頑張ります。ありがとうございました。頑張ってください。